川を下ります。ということで、もう早速スタート。ここかな。で、ステージセレクト、最初は3つか。多分これクリアしていくと増えていくのかな。とりあえずステージ1、富士山で、キャラクターセレクト、ブルース、焼死体みたいな色してんな体、ルナ、なんか海物語にいそうなキャラクターだな。ケンタはなんかバーテンダーみたいな格好してるな。じゃあとりあえず、じゃあ屈強な強そうな、ブルースにしようかな。焼死体カラーのブルース。なんかね、中古でね、あのゲオのね、98円コーナー山積みされてるゲームの中からね、あ、ちょっといろいろ漁ってきたんだけど、まあその中の一本っていうことで、もう説明書読んだばかりでね、ちょっとどうなるかわかんないけど、 L と R で漕ぐのか、でそれを交互にこうか、 L、R ってタイミングよく押していくと前に進むのかな。おいしょいいしょ、これスピードが上がってきた。やばい、岩壁にぶつかる。あ、ぶつかっても大丈夫なのかこれ。なんかズズズズズズってなっただけだった。あ、で R2、L2 でこういう風になんか、これがブレーキなのかな。右上の数字は何なんだろう、あれ制限時間かな。うん、大丈夫かこのゲーム。あ、これぶつかるぞ。ぶつかるときはどうすればいいんだこれ。あ、ぶつかった。あ、アウチって言ったな。ちゃんとそういうボイスあるの、ダメージボイスしっかり用意されてんだな。これどうすればいいんだろう。あれ、あ、溺れる、溺れ死ぬ。なんか新たなカウントされてる、新たなカウントされてる。数字が赤に変わった。まずい、これどうやって上がるんだろう。どうやって起き上がるんだ。あ、四角か。起き上がっても、起き上がってもレッドポイントなんだけど、これ大丈夫、どうなってんのこれ。何これ、めっちゃ操作性難しい。あー、大丈夫かこのゲーム。本当に溺死寸前だったな。焼死体が溺死寸前だったんだけど、大丈夫かこのゲーム。うるせえな、タイトル画面。ちょっとキャラクター変えよう。海物語に変えるか、ちょっとこれ。カラーのバリエーションが豊富なルナ。中日ドラゴンズにいたな、昔そういえば。エステバン・ルナっていう選手が。でも大体コツ掴んだな。L と R をタイミングよくこう、交互に。漕ぐっていうよりか、本当に水面に触れてる感じ。ちょっと触れただけな感じするけど、実際にやったことないからな。カヌーイストになったことないからちょっとわかんないけど、本場もやっぱり触れるだけなのかな。漕ぐっていうよりか触ってるだけにしか俺には思えないけど、これ、おっと、スピードが速くなってきてますよ。これこんな急流、あ、見えた、チェックポイント。これ超えたら、あー、なるほど、やっぱりね、これ超えると数字が元に戻るのか。なるほど、チェックポイント前までに、時間内にチェックポイント行かないとダメか。おー、これはなんだ、今のはなんだ、なんかやり方あんのかな今のところで。やっぱ当たった、岩壁に当たったな。ちょっと今のは楽しいっていうだけなのかな。これは楽しいってヒャッホーっつってるだけなのかな。あそこでなんだろう、例えばアクロバティックなこととかできるのかな。なんかボードスノーボードのゲームとかだと、ああいうところで、やばい、時間がない、見えない、チェックポイントが見えない。チェックポイントが見えた、ギリギリ通過できるかこれ。ギリギリ通過した、55、ゴジラ松井55。一向に富士山が近づかないんだけど、これここでなんかなんかな、ボタンを押せばアクロバティックな行動を取れるのかな。そういうわけでもないのかな。このゲームの、すべてを俺は知らないから、まだ把握しないから、把握する気もないけど、まあ、なんか楽しそうで 何よりだわ。海物語に出てきそうなこのルナ。あった、チェックポイント。ゴールがどこなんだろう。ゴールどこだ、見えないな。このまま永遠海まで出るってことないよな。川下ってって最後海に出るみたいな、そんな悲しい結末ないよな。やばい、ぶつかる、危ない。ちょっとうるさくなってきたな、さすがにうるさくなってきたな。楽しいのかもしれないけど、あ、これゴールか。
これゴールかな、なんかウィダーインゼリーみたいなやつこれ。あ、2分29秒。ニューレコードじゃん。やったー。ステージ1とりあえずクリアしたわ。あ、コングラチュレーション。名前選べんのか。じゃあ適当でいいか。もう二度とやることないだろうし、このゲーム。リトライもないんだよな、俺にとって。じゃあちょっと違うステージいっか。ワールドボーグーステージ3いっか、ちょっと。ステージ2飛ばして。とりあえずじゃあキャラ変えてみっか。なんか、キャラのパラメーターとかないっぽいから。このバナナ。リアルバナナのジュディでいっか。全身黄色。ここはどこなんだよ。アメリカなのかな。アメリカはどこなんだろう。なんだろう。全然頭に出て、浮かばないわ。エアーズロックとかかな、これ多分。わかんない。そんぐらいしかないわ、俺の知識は。ああ、こいつもこうやって叫ぶのか。みんな同じリアクションじゃん。キャラ違うのに。やっぱりキャラ差とかはないっぽいな。なんかパラメーターとか。ぶつかった。確かにちょっとむずいかもしれないな。さっきより。富士山ステージより。うわぁ、これカーブが結構急。ああ、溺れた。溺れた時どう対処すればいいんだっけ。このまま溺死するじゃん、バナナが。うわ、時間がもうない。早い。あ、見えた見えた。チェックポイント見えた。あー、でもこれギリギリ間に合うか。ギリギリ間に合うな、これ。ギリギリ間に合わないです。ギリギリ間に合わないです。じゃあ最後にちょっとステージ2だけをやって終わりにしたいと思います。どんな感じのステージなのかね、まあ、ちょこっと見て下見して終わりにします。まあ、キャラクターも適当でいいかな。もう超適当でいいわ。だってキャラも変わんないしね。そんな魅力あるキャラもいないし、今んとこ見つからなかったから。このステージには、これは何だろう、アルプスの山々って感じなのかな。これはやっぱ相変わらず変わらねえな、ステージ。てかこんなところ寒いだろうな。川下り、川下りしていいとこなのかな。カヌーイストにとってもう寒さとか関係ないんだろうな。とりあえず川を下られればいいみたいな。川下り最高みたいな。結構危険なステージだな。いきなり岩があるから、いきなり見えてくるからな。とりあえずチェックポイント通過と。結構難しいな、急だから。坂が、カーブが相変わらず盛り上がるね。キャラクターだけ、キャラクターだけ川下りめっちゃ楽しそうにしてんな。うわ、むーず。狭いし、なんかぶつかるし。え、なんで俺進まないの。見えない何かにぶつかった今一瞬。怖い。うわ、ここ狭いな。ここむずい。時間がない。あ、思ったより難しい。一発で解けるほどの難易度じゃないな、やっぱり。舐めてたな、舐めてた。うわー、でもなんか、クリアしてやろうっていう気持ちにもちょっと、ならんなー。